ハロー YouTube 速稼塾の久保でございます。今日のオープニングはホリエモンチャンネルとね、あとヒカキンさんの真似をさせていただきました。ハロー YouTube みたいな感じですかね。今日はね、ご質問をいただいた中で一つチョイスして返信させていただきます。テーマはですね、アンチにはどうすればいいかってことなんですよね。はい、でまずね、レターを読まさせていただきますね。塾長こんにちは、ヨシックスです。ヨシックスさん、いつもありがとうございます。今回面白いことがあったので、そのご報告ですということですね。私のチャンネルで、ヨシックさんはね、株、投資のチャンネルをされてるんですよ。それが、これがね、すごい人気なんですよね。で、そこでですね、まあ、ちょっと割愛してお話しますと、占い、タロット占いの人にお願いして、それをもとに投資をちょっとやってみたよっていう動画が上がってたんですけども、それに対してですね、投資の世界で占いをやらないんで馬鹿げてると、アンチの方からバッシングを食らいまくって心が折れてしまいましたということなんですけど、折れないでくださいね。はい、その方はチャートも勉強されておられるみたいで、ご自分の得意なことも組み合わせて正直に発信しておられましたということです。自分の思ったことを発信できるって本当にね、素晴らしいことだと思いますね。そんな中、たまたま私へのレコメンドにその方の動画が出てきたので、チャンネルを覗きに行ってみました。そしたらご縁ができて、応援させていただいたら何十名かの方がチャンネル登録してくださいました。これなんですよ。自分のことを気にかけてくださってる方、コメントをくださってる方も、 YouTube のコメントをかけるってことは YouTube のチャンネル持ってるんですよね。だからそちらの方に行って YouTube の動画が上がってるんだったら、それを見てみると面白いと思うんですよね。で、見てみた結果、そちらの方からこちらの方にチャンネル登録をしてくれたよってことをね、話されています。こういうことも起きます。やっぱりね、 YouTube って SNS なんですよね。交流の場なんですよ。仲良しを探す場なんですよね。はい。で、こうやって塾長がやられておられるように、誰かのお役に立つことってとっても気分が良いですねと。本当に気分が良いですね。やっぱりね、私たちはね、自分の利益のために働くときもあるんですけども、誰かに何かしたい、お役に立ちたいっていう気持ちがなんかあるんですよね。神様が授けてくださった佐賀なんでしょうね。私の動画に最近アンチがよく来るようになってましたが、最初アンチだと思っていた方が実は味方だったということもありましたので、正直にやっていてよかったなと思いますと。本当そうですよね。もっと言えばね、アンチだと思ってた方がファンに変わる瞬間ってあるんですよ。アンチと思った方がファンね。最近でしたら私ね、立花隆さんって N 国党の方がいらっしゃるんですけども、NHK をぶっ壊すっていう、その画像だけ見てた時はなんだこの人と思ってたんですけども、話を聞いてみると、あれ？結構いいこと言ってるじゃんみたいな感じで、だいぶ動画を見るようになったみたいな経験があるんですけども、自分の先入観でかじった時はなんだこれと思ったんだけども、よくよくね、理性で確認してみると結構うなずけるところがあるなっていうところもありますし、自分の考えが変わるってこともありますし、誰かの考えが変わるってこともあるんで、一瞬その習慣、たまたま自分の気に入らないところを見たからといって全人格を否定することはないなと思うんですよ。どっかにいいところあるはずなんじゃないかなというふうに捧げ続けていくこともできるかと思います。はい。塾長は私なんかよりはるかに多くのアンチやクレームをご経験されてきたと思いますので、アンチなんてへっちゃらですよねと。まあへっちゃらです。ぜひアンチに対する考え方のアンサーをいただきたいですということですよね。で、私は最初アンチに抵抗あったんですが、こうやってアンチを乗り越えることで新たな発見や自分の糧に変えられるんだなと実感できました。 YouTube は本当に学びが多いですねということでございます。その通りです。で、私へのアンチの取り組み方なんですけども、一つはね、三つぐらいあるんですけども、一つはアンチといえばアンチなんですけども、自分の考えと違う考えの人が世の中にはいるはずだっていうのは当たり前の前提条件じゃないですか。世の中がたった一つの思考で動いてる、そんなことはないわけですよ。歴史上もないですし、世界中見ても民主主義国家だろうが独裁国家であろうが、一つの考え方でうまくいってるよってものがないから、国家も社会も崩壊したり変遷をたどっていくわけですよね。で、自分自身の人生を考えても、子供の頃はこうだったけども成長してきたらそうじゃないってことが分かったって結構あると思うんで、考え方ってね、自分の中でも変わるし、ましてや他の人の考え方って日々変わり続けてるんですよ。まあ、ですんで、アンチのコメントがあった時は、そういう考え方もあるんだなっていうふうにね、まずは腑に落とすということがあります。次はですね、もしね、自分と同じ考え方の方ばかりでこう囲まれていたら、確かにアンチに触れなくて済むんですけども、じゃあね、自分が何か新しい発見をするとか、自分が何か自己成長を遂げるときってどういうときかって考えたら、自分と違う考え方とか、自分では考えもつかなかったような思考に触れたとき、体験に触れたときだと思うんですよ。ということは、アンチっていうのは実はね、自分にすごく知恵とか経験を授けてくれる神様なんですよね。まあそういう考え方もあります。あと3点目なんですけども、アンチが来てね、嫌な気持ちになるのは分かるんですけども、自分の方が間違えてると思った方がいいんですよ、その時は。
ということなんですよ。だから自己肯定感高いとアンチに対して怒りとかね、反感とかを感じてストレスを感じるんですけども、アンチが来た時にいややっぱりなと、多分この人の方が正しいんだろうけど、自分はなんでこの人がねアンチと言われている方が自分に対してメッセージを送ってくれるようなそんな側面があるんだろうって考えてみると、今度自分に興味が出てくるんですよね。まあ、そういうふうな3点から、アンチに対してどうこうするってわけではないんですけども、なるほどなとかね、そうだよねとか、多分アンチの人の方が正しいんじゃないかなっていうふうに考えて、自分の思考がどんどん豊かになっていって、アンチの人にも興味が出てくるっていう感じになりますよね。うん。まあそんな感じですね。アンチに対する対抗策っていうのはブロックするとか、なんかあるんですけども、ブロックっていうのははっきり言ってしまえば白旗なんですよ、こっちからの。この人の、言い分には自分がコミュニケーションで対応できないから、切り返すことができないから、白旗ですブロックみたいな感じなんですよね。だからお手上げ状態がブロックとイコールだと、まあ私はね感じるところがあるんですよ。まあ昔ね、麻雀店を経営した時に出入り禁止のお客さんっているわけなんですよ。出入り禁止、これ要するにお店では対応できないからもう来ないでくださいっていうふうに引導を渡すんですけども、結局お手上げをしたってことなんですよね。出入り禁止っていうのはこちらの白旗状なんですよ。どんな方でももう取り込んでいける、どんな方とも違う考えの人とも仲良くやっていける、そういうのが民主主義の世の中ではないかなと思うときに、もっともっとね狭い範囲の自分の YouTube チャンネルっていうちっちゃい民主主義の中で、自分の考え以外は全部アンチだっていう考え方もありませんし、仮にねちょっと久保塾長それおかしいですよって言っても、あどこがおかしいんだろう、どういうふうにそうして見えたんだろう、何か誤解があるのか、それとも私が本心から言ってることとこの方が本心から言ってることをぶつかり合わせてみると矛盾が生じるのかなっていうのね、こんな興味に切り替えていくって形なんですよね。はい、まとめます。アンチは敵意ではなくて興味に変えていきましょうっていうこれですね。では以上です。またメッセージください。